皆さんこんにちは。石垣警察署松井省駐在所の岡田です。今月は企業対象暴力対策の推進と悪徳商法の被害防止の2点についてお話ししたいと思います。企業対象暴力対策の推進、近年は警察の取り締まり強化と社会全体による暴力団排除の推進によって暴力団は社会から孤立しつつあります。しかし依然として企業などを対象にした恐喝・強要のほか、特殊詐欺など時代の変化に応じて様々な資金獲得犯罪を行っています。企業対象暴力とは、暴力団などが不正な利益を得る目的で会社・役員や社員を対象として行う違法または不法な行為を言います。事例を紹介しますと、暴力団員が建設会社役員に対して今まで通り付き合いを続けていこうや、断るなら反対運動が起きても知らんでなどと告げて現金を脅し取ろうとしたというケースがあります。他には企業の弱みをついて金品を脅し取る企業恐喝、新聞・雑誌などの購読料、寄付金名目の不当要求、クレームや言われなき誹謗中傷、スキャンダルのもみ消し等を名目とした不当要求などが考えられます。対応時の留意事項、相手より多い人数で対応し役割分担を決めておく、可能な限り短時間で対応する、失言等をしないよう言動に注意する、即答や約束はしない、対応内容の記録化などが挙げられます。暴力団などからの不当要求については公安委員会の行政処分の対象となったり、犯罪として刑事事件になったりする場合が多くあります。直ちに警察や防追センターに通報・相談することが早期解決の近道です。不当要求があった場合は早期に相談するようにしてください。次に悪徳商法の被害防止についてお話しします。悪質商法にご注意を。昨今、悪質な水道・電気の工事業者による被害が多く報告されています。具体的な事例を紹介しますと、住宅や屋根瓦・配管などの無料点検を装って家庭を訪問し、柱にひびが入り瓦がずれている、床下の配管から水が漏れているなどと嘘を言い、必要のない施工をしたり浄水器を売りつけるケース、マグネット広告やインターネット検索で見つけた水道工事業者に電話をかけて修理を依頼したところ、詰まりがひどく高圧洗浄しないと治らない、最悪の場合はトイレや風呂を交換しないといけないなどと不安を煽り、次々と工事を進め最終的に高額な請求をするケース、不意に自宅を訪問し不要な衣類はありませんか、高値で買い取らせていただきますなどと言って家の中に上がり込み、貴金属や着物などをその場で査定後強引に安い値段で買い取っていくというケース、他にも押し付け商法や送りつけ商法と呼ばれるものもあり、その手口は巧妙かつ悪質です。このような悪質商法の被害に遭わないためのポイントは、嘘つきです。うまい話を信用しない、うまい話、絶対に儲かる話には必ず大きな落とし穴があります。十分にお気をつけください。相談する、一人で判断せず家族や友人、相談機関に相談しましょう。釣られて返事をしない、すぐに契約をしない、悪質業者は言葉巧みにすぐ契約するように迫ってきます。きっぱりはっきり断る、曖昧な返事をせずきっぱりはっきり
断りましょう。今回お話しさせていただいた企業対象暴力、悪質商法などについては、西脇警察署まで早めに相談してください。また、最近は新型コロナウイルスワクチン接種やコロナ関連の給付金に関する不審電話も確認されていますので、十分に注意してください。以上、西脇警察署からのお知らせでした。兵庫県警察からお願いがあります。今年は7月から東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。こうした国際イベントや多くの人が集まる場所などはテロの攻撃対象として狙われる可能性があります。このような場所やその付近でこんな怪しい人がいたり、怪しすぎ、不審な物や車があるなど、うんうん、少しでもおかしいな、不審だなと感じたときは通報をお願いします。お願いします。兵庫県警察からのお願いでした。